4番。んでさ、そいつにアニラジ貸したらぐさぐさにして返したんだって。もう信じられる。でそいつ何者なの。ホタテ。アニラジグランプリ15号、 CD が付いて8月26日発売。そいつにラジオも貸したらさ。はいはい。キャンプファイヤー始めるよ。火つけて。よし、いっけ、燃えろアニラジグランプリ。ちょっと待てよ、俺編集長。燃えろアニラジグランプリ。まずいって。立場アニラジグランプリ15号、 CD が付いて発売中。燃えてしまえアニラジグラ。いらっしゃいませ、マジカルエッグへようこ ようこそ。というわけで、改めまして、はい、中川あき子です。改めまして、なすめぐみです。私たちはなんとウェイトレスなんですよね、はい、そうなんです。マジカルエッグというファミリーレストラン、ファミリーレストラン、とっても可愛いファミリーレストランなんですが、そうなんです、はい、うん、ということでおはがきを皆さんにいただいて、皆さんはお客様として、うん、そうそう、このマジカルエッグに来てもらうんですが、はい、この番組はですね、はい、どんな番組なんだろうね。すごいですよ、なんか、うん、この間のことを話しちゃおうよ、ね、話しちゃおう、みんな、うん、実はね、うん、この番組の中で怖いことがあったんだよ。ちょうどね、夏にね、うん、夏だから、うん、怖い話でも しよっかみたいな話になって、うん、ね、うん、私がね、あの、うん、心霊スポットに行ったっていう話をしたら、うんうんうん、そして盛り上がってきて、うん、君の後ろにいるかもしれないよって言って、うん、あこちゃんがって笑ったら、うん、なんと女の人の声が入っちゃったんですよ。入ってました。ひー、何が起こるかわからないね。ここはわからないね。今思い出して怖くなってる。でね、このマジカルエッグの中にはですね、いろいろなコーナーがございまして、うん、はい、紹介したいと思います、はい、まずチェリームース。チェリームース、これはね、いいコーナーですよ。うん、とってもね、お世話になった先生でもいいし、うん、ちょっと会えなくなっちゃった友達とかに連絡先もわからない、うん、という人はここに出して、うん、呼びかけるでもないけど、うん、もし万が一聞いてたらいいよね、うん、みたいな、うん、多分聞いてないかもしれないけど。うん、うん、でもまあね、言ってこうやって放送に乗っけることで、うん、なんとなく気持ちをね、伝えたいなと思ってるんですが、ね、うん、とってもおかしなはがきが来てて、うん、スーパーマリオ小学校の時に貸したのを返してとか。そういうのもあり。そういうのもまああり、うん、そうなんです。なんか、はい、誰か伝えたい気持ちがあったら、うん、ここにぜひお便りをください。ぜひぜひください。ね、それからコーンクリームスープ、はい、これはめぐちゃんのコーナーなんだよね。はい、これはね、うん、いつもね、あこちゃんをゲストに迎えて、はい、お送りしている店内放送なんですが、さようで、ね、これはなんだっけ。めぐちゃんちょっとどうして。なんだっけって、なんかね、ジュースの番組じゃないのに、なんかジュースの番組のような気が してて、あれと思って、本当はね、なんかあれとこれを混ぜて、うん、あんな味になっちゃったとか、うんうん、そういう珍味の、うん、なんか面白い料理じゃないけど、そうそう、なんか食べ物があったらっていうお話だったんだけど、うん、今のところなんかね、結構ジュースネタが多かったりとかして、うん、今日のね、一番のめ、あ、そんな感じの、うん、の、コーナーなんです。そう、例えばなんか変わった組み合わせというか、はい、うん、あれですね、飯塚真由美ちゃんが前にババロアにタバスコを入れたら美味しいというのを私たちは実践してみたり、してみたり、意外な組み合わせで美味しいっていう、うんうん、食べ物を私たちは研究しております、うん、オロナミン C と、うんうん、牛乳とかね、オロナミンシェイクにして、うん、卵を入れて美味しかったりとか、そうそう、ね、いろいろやってます、うん、たまにも失敗いっぱいするけどという感じです。はい、それから鈴木のカルパッチョっていうコーナーもあって、これは今のところは皆さんからモノマネを募集しています。モノマネをカセットテープとか MD に撮って送ってくれっていうコーナーです。大募集中です。大募集中です。似てなくてもいいよ。そうです。というわけで、こんなようなコーナーがある私たちの番組ですが、はい、ね、あとね、これはね、うん、あと普通オタの他に、うん、噂話のコーナーをやっていて、そうだね、うんうん、なんかさっきの幽霊の話とかも全部噂話から湧いてきた、そうなんです、ものなんで、うん、なんかこんな噂あるよっていうのを、うん、ぜひ送ってください。ファミレスで噂話係まで、はい、はい、それじゃあみんな
あ、米子のマジエグーに